心の回答団、彼らは実在するのか。我が局では世論調査を行ってみました。さあ、なんだこの猫、どっから出やがった。やば、鳴き声でかいよ。おい、なんかやべえ、早く開けろよマッキー。おいマッキー。心の回答団、マジかよ。ほんとクソみたいな世の中だぜ。ろくな事件がありゃしね。ああ、この町にはまだ野放しになったままの悪党どもが無数にいる。けど、私たちなら。行くぞ、みんな。さて、次のコーナーです。本日はこの方にお越しいただきました。現役高校生探偵、明智五郎くん。どうも。ズバリ聞いちゃうけどさ、明智くんは心の回答団ってどう思う？本当にそんな回答がいるとしたら、僕は法で裁かれるべきだと思います。人の心を無理やりねじ曲げるなんて、人間が一番やっちゃいけないことですよ。おい、まだかね君。あ、もう少々お待ちを。ごめんね、鍵なくしちゃって。何見てんだ、さっさとあげろ。はい。ほらよ、釣りやっとっとき。ありがとうございます。バカにしやがって。やあ大将、調子はどう？いや、へへ、どんと行こうぜ。まだかよマッキー。もうちょいお待ちを。今お、うちの営業の名刺だ。キッチン内でうちの警備システム入れとけばこうなることもなかったのによ。あの、急いだ方が。よし、かかれ、ヘリア。お疲れ。はいはい。本当いいチームっすよね。俺とハシヤンが会場のパソコンで警備の緩い店の情報を見つけて、こいつが鍵をこじ開ける。完璧だぜ。声が大きいですよ。俺らは一生立ち、あ、運命共同体で、もし裏切ったら。ないない、チクルとか。こいつが。むしろお前が一番危ねえんだよ。回答お願いチャンネル。もしあいつらがいなくなってくれたら。そこ、ちゃんと聞いてるか。それなりに。ネットで見たんだけどよ、やけに物騒じゃね、近頃の渋谷。恐喝とか傷害とか、あと飲食店狙いのコソ泥団とかさ。
コソ泥だ。なんか嫌な感じです。お疲れ。ちょっといいか。見てほしいものがある。回答お願いチャンネルのこの書き込みなんだが、俺も軽く調べたが、マジかよ、このままじゃ殺されるって。なんで黙ってんだこいつ。警察に書き込むとかいろいろあんだろう。ちょっと声でかい。手遅れにならないうちに俺たちで何とかすべきだ。モルガナ。了解、我が輩の出番だな。え、首？マジかよ、二人とも。マジマジ。ああ、うちの警備会社よ。あのほら、今騒ぎになってる絵描きのジジイ、あいつのおかげでヤバいらしくてよ。会社クビになったら手頃なバイト先の情報入んないじゃん。たくよ、さあ、マジでクソだ。なんで俺がとばっちり食らわなくちゃならねえんだよ。ああ、でも心配すんな。俺がちゃんと次のバイト先見つけてくっから。いや、そんな無理しなくても。遠慮すんなって。お前はどんと構えてりゃいいんだよ。はいよ。バイト？友達？ああ。じゃあ僕はここで。ああ、じゃあまた。で、どうする？やろう。いや、マジかよ。警察に任せりゃよくね？チクって逮捕させれば。確かに、それで収まるかもしれない。ほんの一時的には。え？出所した後、また同じことを繰り返したらどうする？被害者を本当に助けるためには。ターゲットの心を完全に叩き直してやらなくちゃダメね。ああ、そしてそれは心の回答団にしかできない。さすがにいいだ。我が輩が見込んだ男だぜ。あ、モルガナ、全開一致決まりね。よし、こちとら正義の回答団だ。単なるコソ泥団どもに格の違いを教えてやろうぜ。だから声でかいっつの。念のため裏を取るべきだと思うが。考えてある。最近巷で噂の心の回答団、彼らは実在するのか。我が局では世論調査を行ってみました。あー、くそ、お手上げだぜ。探すと意外にないもんだよね、警備の緩い店って。てかここ禁煙なんだけどね。だから火つけてねえだろべ。けどよ、あそこのマスターも不用心だよな。あれじゃ泥棒に入ってくれって言ってるようなもんだぜ。結構溜め込んでるらしいよあの人。しかも銀行嫌いだしさ、売上金全部お店に置きっぱなしなんだって。バイト先が渋谷じゃない？ちょ、聞いてないんですけど。そんなのラッキーだったんじゃね。逆に渋谷はよ、ほら例の金城とかいうやつのグループが最近おっかねえし。潮時だったんだよ。さくんな。まあこれからは渋谷じゃなく四茶の時代だぜ。イエーイ。ルブラ、どう見てもしょぼい店じゃないですか。こんなとこ襲っても。おい、鍵開いてった。ねえ、俺らの言った通りだろ。さっさと片付けちゃう。暗くてよく見えねえ。2階もあるみてえだぜ。シャー。なんだこの猫、どっから出やがった。やば、鳴き声でかいよ。おい、
早く開けろよ。怪盗だ、マジかよ。あいつだ。やはりあいつらが噂の窃盗団だったか。けどおめえも大した度胸だよ。居候してる店をおとりにするなんて。もし店を壊されちゃったりしたら、マスターにどう言い訳するつもりだったの？その時はその時。この店警備会社入ってんじゃん。話違う。とにかく辛かった。おい、なんだその髪。なんでもない。なあ、いつも思うが、そういうの一体どこで手に入れるんだ。あ、もしかして例の岩井さんか。まあね、あの人何でも扱ってんな。アンドのどうだった我が輩の美声。ん、ご苦労様。どうなってんだ一体。怪盗だ、バカな、そんな奴ら本当にいるわけが。それに俺は結局あのサイトには何も書き込んでない。じゃあ誰が一体こいつらにチクリを。行くぞみんな。ここは認知世界、人の心が形作るもう一つの現実。俺たちは心の怪盗だ。虐げられた者の訴えに基づき参上した。訴え？何言って。ターゲット巻上和也、告発内容、助けてくる、兄に殺される。告発者、ターゲットの弟巻上直哉。以下怪盗チャンネルの書き込みより抜粋。怪盗団へ。僕は同居中の兄に毎日のように暴力を振るわれています。チクったら殺すと脅されており、誰にも助けを求められません。まるで兄の奴隷です。おや、あの野郎。兄はどうやら悪い仲間たちと共に何らかの犯罪を犯しており、僕に暴力を振るうのもそのストレスが原因のようだ。お願いだ、助けてくれ怪盗だ。このままじゃ殺される。以上だ。てめえら。俺はまず家庭内暴力の有無を調べた。暴力の裏は取れた。だがそれとなく聞き込んではみたが、犯罪とやらの正体がつかめない。で、罠を張って確認したわけさ。お前らが噂の窃盗団なんだろ。何か申し開きは。お前らだと。違う、俺の窃盗団だ。舐めた口聞いてんじゃねえ。なあこいつまさか。無理やり仲間に引っ張り込まれた、ただの下っ端だと思ってたけど。ああそうさ、俺様が窃盗団のリーダーだ。あのバカどもをそそのかしてバイトを始めさせたのはこの俺だ。軽い遊びのつもりだったのに、あいつら調子こきやがって。どいつもこいつもバカばっかだぜ。黙って俺の言うこと聞いとけっつ。あくそろ、気に食わな。自分以外はみんな人間扱いする価値のない連中だから、弟さんにもあんなことしたの。あんなガキ、俺のケツにくっついてくるだけの金魚の糞だ。ガキの頃はクソ漏らして、お兄ちゃんお兄ちゃんってビービー泣きわめいてたくせに。生意気に助けとか求めてんじゃねえよ。直哉、てめえは俺のおもちゃだ、奴隷だ。死ぬまで俺の思うがままになってりゃいいのだ。
なんだよ、怪盗団って。ありえねえ。なんだ、お宝か。俺の部屋のチェストの鍵だ。弟に渡せ。義賊なんだろ、てめえら。ああ、なんで、おめえなんかの。何か伝言は。中身は焼いて捨てろ。
せえ黙れくそ。どうした、知り合いでもいたか。いいえ、初めて見る顔です。では誰だろう、あいつ。ミッションコンプリート。一仕事終了ってか。浮かれるのはまだ早いって。ああ、次の獲物はでかいぞ。おとくらおとくら、待ちきれねえぜ。行くか。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。ほんのつかの間、お前に未来を垣間見せた。だがあれはあくまで可能性の一つ。これからどのような物語を紡ぐかはお前次第だ。改めて問おう、主人よ。お前の名前は。